こんにちは、宮沢優です。YouTube で学級系に関する動画を1日1本配信しております。また研究所メンバーシップでは学級系に関するプレミアムな動画毎月10本ほどお届け、さらにオンラインセミナーやコーチングなんかもさせていただいております。さあ今日のテーマなんですけれども、えっと、最後に1本電話を入れておくべき保護者はあの方だ。 ねえー、そんなお話をしていいいきたいと思います皆さん1年間、ね、学級終わりままししたたお疲れ様でした、まあ、まだね来週も続いてる先生おられると思いますけれどもまあ学級経営終わってね子どもたち下校させてふうって一息つきたいところなんですけれども一息ついていいと思うんですけども僕ねその前に一個だけやることあったんですねしていたことがあったんですそれは何かっていうとある保護者の方に電話を入れていたっていうことなんですね。その電話を入れるだけで 翌年度の学級経営がぐっとやりやすくなってくるってねそんなお話でございます。今日この動画最後までご視聴いただければですねその電話をすべき保護者が一体誰なのか。 なんで学級営終わったのに電話をしなきゃいけないのか。要するにその電話の目的ですね。そして具体的に何の、どういうお話をしていけばいいのか。電話の内容ですね。そのあたりがよくよくわかると思います。えよければね、最後までご視聴ください。よろしくお願いします。さあ、本題の方入る前にですね。一件お知らせさせてください。3月26日にこちら。 学級開き大全2022というね、オンラインセミナーを行いたいと思っております。もうあと1週間ほどに迫ってきました。もうすでに百数十名の方にね、えー、お申し込みいただいています。とても嬉しいです。ありがとうございます。えっと、学級経営を僕がしていて、毎年学級 級満足度子供たちの学級満足度が9割を超えていたんですねそれ何でなのかってその具体的なマインドやノウハウっていうものがあるんですそれをギュッと圧縮して詰め込んだものがこのオンラインセミナーになっております、えー、今年度より来年度もう一歩質の高い学級経営をしていきたい違いを生み出していきたいなっていうふうに思っている先生がいるんだとしたら 今までとは異なななるインプットをしていいかなきゃいけないんでですよね今までと同じインプットしてたら同じ結果になりますよね。だから違うインプットをまずしていきましょう。まあ簡単なお話で、えー、だと思いますけれども、その良ければ自己投資にお使いいただけたら嬉しいなっていうふうに思っています。 あと、いよいよ1週間後に迫ってきましたんでね、よければご活用ください。お待ちしております。さあ、本題の方行きましょう。改めてね、最後に1本電話を入れるべき保護者はあの人ですよ。そんなテーマでお話をしていきたいと思うんですけれども、目次は、目次の1つ目ね。 電話すべき保護者、あと目的とか内容とか言っちゃいけないこととかね、お話ししていきたいと思いますけれども、<laughs> まず一つ目、電話すべき保護者が誰なのかっていうのをね、お話ししていきたいと思います。これも結論に言っちゃうとですね、今年担任であるあなたが子供に対してですね、手厚く手厚く支援をした、そんな子供いると思います。その子供の保護者ですね、その子供の保護者に 電話を入れておきましょう支援って言ったらいろいろありますね学習系の支援とかねあるいはと行動系の支援とかねこういう関係学習系だったら、うん、なかなかこう掛け算ができなくてねクックカードを準備して一緒に寄り添ってね学習をしていたりとかあと行動系だったら、うん、ちょっとこう立ち歩いちゃうとかねつい友達にこう手がカッとなってね出ちゃうとかね こういう関係だったらもう前年度から犬猿の中の友達同士がしても口も聞いてないとかねそういう子供に対して解決にね奔走したっていう担任の先生多いと思うんですけれどもまあそういう支援ですよね通常の教育活動に比べてぐっと個別支援の割合が高くなった子供っていうのは多分ねクラスに一人二人必ず必ずおられると思うんですねでその支援があの機能していた あなたが担任をして支援をしたことによってその子供が穏やかに過ごすことができていたっていう子どもいると思うんですクラスの中にねその保護者ですよその保護者に電話をしておきましょうってねそんなお話でございますなんでもう学級経営終わったじゃないもう丸く収まって子供たちも笑顔でバイバイって帰っていったよなんで今更電話すんのっていうその目的のところをね目次の2つ目でお話をしていきたいと思うんですけれどもこれは 一言で言ったら、その保護者の不安の払拭ですね。不安を払拭するために、担任がその保護者に電話をしてあげるということです。うん、保護者は、大きくね、その学年が終わった最終日に2つの気持ち抱いています。何かっていうと、1つ目は、1年間頑張ったね、お疲れ様、あよく頑張ったよっていう、その我が子へのねぎらいの気持ちですね。で、2つ目は何かっていうと、この子来年度は大丈夫かしら そんな気持ちですね確かに今年度は勉強苦手だったけれどもなんとか前向きにね学習することができたあるいはあの立ち歩きも最初は多かったんだけどちょっとずつ落ち着いてきたとか誰々ちゃんとすごく仲悪かったんだけど最近では放課後一緒に遊ぶ回数もなんか増えてきた一緒に下校してるとかねそういうふうな気持ちを持って嬉しいんだけれどもと同時にそれが 反転して不安になってるんですよね。今年の1年間のキラ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 輝いた思い出が逆に暗い影となって不安となってこうこびりついてる。押し寄せてきてるって言うことがあるんですよね。ねその不安を払拭させてあげましょう。なんでその不安をもう学級経営が終わった。担任がしなきゃいけないのか？って言ったら、来年度の次の担任の先生の学級経営の。 足かせにしてはいけないからっていうことですね。確かにもう自分の学級経営終わったから関係ないっていうふうに。<laughs> すいません。ごめんなさいあ。花粉がやばくないですか、最近。花粉がね、ごめんなさい。なんだっけ話を忘れました。えっと。 足枷にななっちゃいけないけですけど自分がよかれと思っていった支援がねそれはその子供や保護者にとってすごくいい形になったかもしれないんだけれどもれちょっと形を変えるとですね来年度次の先生の足かせになるっていうことがあるんですねつまりどういうことかっていうとこうですよ去年の先生はこういうことをしてくれたのに去年はこうだったのにそれに比べて今年はって,んてんてんっていうことになってったら 次の担任の先生きつくないですか辛くないですかあるいは自分がそういうことを言われたらどうですか前の担任の先生はこうだったのに今年の担任の宮沢あの金髪野郎今年はほんと散々だぜっていうふうに保護者に言われてたら僕も落ち込んじゃう。不登校になっちゃうす僕はね本当悲しくってね。でしょ皆さんもそうだと思うんです。だから良かれと思っていた支援がそりゃいいかもしれない今年は良かったかもしれないけども翌年の足かせに変わっちゃう いいけないわけなわですねこの不安を早期に目をつんでおくということですね。何のために来年度の担任の先生の学級系のためあなたの学級系のためじゃなくて。 次の先生の学級経営ののためのっていうことで,ですね、次のの先生のことなんて関係ねえよってねそんな風に思う学校の先生はいないと思います学校っていうのはやっぱ組織でね動いているのでみんなでみんなを育てていくっていうこの気持ちそして具体的な行動が大事なのであなたが行った支援が機能していれば機能していたほど 翌年度の先生の足かせになっちゃうっていうことがあるんでね。ここ気をつけていきましょう。とね。そんなお話でございました。じゃあ具体的に何をお話ししたらいいの？っていうところ。これが目次の3つ目なんですけれども、えっと。えー、まあ一言で言ったらですね。 今年ありがとうございましたこの今年行った支援サポートたくさんありましたけれどもこれも全て余すことなく次の担任の先生に「引き継がせていただきます」「クックカードももうそのまま渡しますよ」とかこういう場面でこういう言葉を友達から言われるとカッとなっちゃうっていうことがあったりするんでそういうのも細かく引き継ぎをさせていただきますとか「誰々さんと誰々さんすごくなくて 最初悪かったんだけどもこういうふうにして仲良くなっていくことができましたよでもこういうことをするとまたちょっとこうブイッとなっちゃうことがあったりしたんだよねっていうようなことをちゃんと引き継ぎ情報として引き継ぎさせていただきますのでご安心ください大丈夫ですよっていうことをねお話をしてあげたらいいと思いますねただところがですねそんなお話をすると保護者のねもう10人中10人と言ってもいいかもしれないこんなふうに思いますね。 来年担任変わるんですかせ先生じゃないですかっていうふうに思いますね。保護者の方はね、そりゃそうですよ。そういうふうに思います。まあ、10人中9割の保護者はそれ言いませんよ。常識,的に常,常識的に言いませんけども、10人中1人ぐらいは普通に言いますね。電話で。え 先生、来年、先生じゃないの <laughs> 誰誰先生。新しい他人誰なの教えて先生みたいな。言ってくる人いますよね。この時に言っちゃいけないこと。これが目次の4つ目なんだけれども、それは校内の体制のことなので、あの、僕ですよとか、山田ですよとか、そ,そういうことは言っちゃいけないわけですよね。それは気をつけていきましょう。答え方としては、 えっと、来年度の校内の体制はまだ決まっていないだったら決まっていません。とか、校内の体制のことなので、まだ公害することはできません。申し訳ありません。でも、誰になったとしても、きちんと引き継がせていただきますので、ご安心ください。本当に今年1年間ありがとうございました。きっと、来年度以降もね、えー、ゆういくんは <laughs>。 <laughs> あのあのすくすくと成長していってくれると思いますよ、応援してます、あ本当に1年間ありがとうございましたという形でその保護者の不安を少しでもこう軽減してあげるようなね、そんな電話をしてあげるといいと思いますし、実際宮沢はそういうことをしていました、そんなお話でございます、えー。いかがだったでしょうか、今日は学級券終わった後にね、最後に1本、電話を入れるべき保護者は、あの方ですよって、そんなお話をしていきました。 具体的に言ったら支援をしていた子供の保護者そして支援が機能していれば機能していたほどその子供その保護者は不安を抱いてるっていうことですよねでも実際さ、うん、本当にねこれもドライな話だけれども 1>, 1年後新しい先生と一緒にやってたらその保護者もその子供もですね生き生き楽しく学ぶこと大体できてるんですよねまあこれ嬉しくもあり寂しい気持ちもちょっとあるかもしれないけれども、うん、大体そんなもんですよやっぱ不安いなくのって3月4月5月本当この春ですねこの春だけ子どもたち保護者の、ね、皆さんこう不安を抱いてるんでできるだけこの不安を軽減することによって 次の担任の先生がスタートダッシュを切りやすくなるより良いやりやすいね学級系ができるっていうそういうことあると思いますんでそんなちょっと気遣いというかねそんなお話もできたらいいんじゃないかなっていうふうに思います実際僕この話したのは何でかっていうとあの経験があったんですねもう両方ありました自分が担任を変わって、えっと、新しい担任になったその保護者子ども保護者がね 「えっとまあ、今年も宮沢が良かった」っていう風に言ってくれたこともありましたその瞬間嬉しいんだよねその瞬間嬉しいんだけどちょっと角度変えてみるとその担任は困ってるんだよね新しい担任の先生はね逆もありましたよ。今年担任が宮沢っていうことを保護者に言われたこともあって。 いや落ち込んだよん,んでそんなわざわざ俺に言うんだよって思いましたけれどもその気持ちで1年間引きずったよ僕あの学級開きから最後の楽器納め学級フィナーレまでこの子をなんとかこう前向きにあのしてあげたいなっていうふうに思って1年間ずっと引きずってたっていうか今でもだってパッと思い返せるぐらいだからうん。 やっぱきついよねその次の担任からしたらね多分その子供は前の担任の先生とすごく馬があったという相性が良かったんですよねみんなの 子供はみんなで育てていくっていう、ね、意識を大事にししていきましょうはい、そんなことでございましたいかがだったでしょうか今日の動画がですね、えー、面白かったよ役に立ったよっていうふうに思っていただけたら是非いいねとかコメントいただけたら嬉しいですまたチャンネル登録お済みでない方は是非チャンネル登録もお待ちしておりますこのようにですね学校の先生たちが行う学級経営やその学級経営にまつわるような、うん、お話を1日1本配信させていただいておりますので是非是非ねチャンネル登録していただけます けると嬉しいですで裏話なんだけども実は今日はこの動画はプレミアムな本プレミアムな動画の中で話そう ししててていたた一部分をちょっっとピッックアップして持ってきたんですねこれ何でかっていうと、えっと、僕無料動画とプレミアムのこれ初めて言うかもしれないんだけど明確に分けていてですね無料動画っていうのはディフェンス型の楽器系へプレミアムな動画はメンバーシップのねプレミアムなどはオフェンス型の楽器系を配信していますディフェンス型の楽器系っていうのは楽器を荒らさない自分の楽器を崩さない これはディフェンス型の学級系オフェンス型の学級系っていうのは崩さない荒らさないよりもう一歩いい学級系をしていく話し合いが活発になるとかね仲間化が進んでいくとかあまあそういうことになるわけですけれどもこう今日のテーマに関して皆さんどっちだと思いますかの最後に一本電話を入れるべき保護者はあの人だってね今日のテーマって別にねあの やななななくたって楽器っててもう荒れれいいいし崩れないじゃないですか自分のね、えー、自分の楽器はいいわけですよそんなことしなくたってだからプラスアルファのことなんですねこれはディフェンス型じゃなくて僕はオフェンス型だというふうに思っているわけですこういうようなオフェンス型の楽器系に関するお話を プレミアムな動画でお話しさせていただいておりますし、オンラインセミナーなんかでも紹介させていただきたいと思っております。今日はいつもとは違ったディフェンス型の動画じゃなくて、オフェンス型の動画をね、珍しく配信させていただきました。うん、ちょっと皆さんにこうよければ参考にしていただけたら嬉しいな。 参考にしてもらえたら嬉しいなっていうふうに思ったのでちょっと珍しくねやってみましたけれどもこんな動画をもっと見たいよっていうふうに思った方ぜひねあの研究所メンバーシップの方も覗いていただけると嬉しいですそれでは今日はこの辺でありがとうございましたまた明日お会いしましょうさよならバイバイ